はいどうも、サクッと美味しいポッキーです。スプラトゥーン実況プレイやっていきましょう。じゃあですね、今回もあそこですごいスタンバってるやつがいますが、スルーしてまずマルチプレイをしてから、ストーリーモードやっていこうと思います。よし、やっていくぜ。縄張りバトルを今回はやっていこうと思います。しゃ、来ましたね。やっていきましょう。デカライン降下した。これはどこだっけ。これは体験版ではなかったせいかな。で、若葉シューターっていうなんか一番初めの方に使ってた武器を今持っております。まあ、この武器ね、初期武器っぽい武器なんですけど、強いんですよね、普通に。普通に使えるっていう。初期武器が普通に使えるっていう一番よくあるパターンですね。だから、あれなんですよ。要するに、極めればね、自分の腕を極めれば、別に武器だってどうでもいい。みたいな、危ない危ない。なんだなんだ、あれなんだ、いつ。あいつ、いった。危ない。おっか、ローラーが来てる。で、ローラーもね、使いたくて、結構練習してるんですけど、難しいんだよね、ローラー、ほんとに。なんであんな難しいんだろうっていうくらい敵を倒せない、敵にやられるみたいな早くない状況です。これ何なんだろう、スーパーオーダー。いけ、出してみるか。あ、あれか、ガードか。いいね。よしよし、今のうちに行け。ナイスです。いいぞ。よしいいね。あぶれ。よし。相打ちされたか。まあいい、まあいい、まあいい。相打ちされてまあいい、仲間が死んでもまあいいというこの心。ちょっとやばいね、今の結構やばいな。完全に怒られるな、仲間意識高いやつに。あぶれ、あー待って、あぶれ、あーちょっとまだいたの。ローラー勢か、リュウキくん。いいね、ローラー、かっこいいローラーだね。これね、飛んでもいいんだけどね、飛ぶのってね、相手にも着地点がバレるんですよね。だから待って待って、だからね、結構注意が必要です。待たれてたらね、もう普通に死んじゃうからね。やべ、めっちゃいるじゃん、こっちに側に。なんでこんなに来てんだ。ここやらないといけないな。上に登れねえ。どうしよう、まずい。いや、来てくんねえ。あいつ。あ、やべえ、やべえ、なんでくんの。でかいかで来ないで。バカ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 。危ない危ない。待て待て。あー、危な。シャワー、ナイスシャワー。いいぞ。シャワー浴びたかったね、ちょうど。素晴らしい。あ、どこ飛んでったいかが。待て待て。いる、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 見えない。あー負けた。マジか。鳥くん。イカじゃねえの。あ、やべえ、すごい近いとこ飛んじゃった。間違えた。前塗っとけばよかったな、今。前前前。今ピンチじゃん、だいぶ。どうしようどうしようどうしよう。まあ、まだわからない。正直言って。あ、降りてくる。ほら、こうやってね、降りてくるとこわかるんですよ。こうやって倒せるっていう。降りてくるとこ待ってれば。これがあるからね、スプラトゥーンは。正直言って飛ぶのはね、そこまでも強くない。って感じなんですよね。さあ、バリアがあるので。危なかったバリア使おう。あ、ちょっと、仲間にすごいかけてた。バシャバシャだった、仲間に。なんなんだよ、俺。仲間にインクをかけていくってもう、下手したらもう、殺されるからね、マジ、仲間に。よし、今使う。な、あ、俺はバリアがあるんだぜ。待て待て、逃げないで、逃げないで。逃げないで。あ、待って、意味なかった、バリア、俺の。なんだよ。バリアうまく使えない。あいつ、許せねえ。どこ行った。よし、倒した、鳥くん。あ、イカになってたの、ごめんね。活躍できなかったね、ダイオウイカ。食べてあげるから、許して。はい、見てる。よし、いいぞ。あと少し塗れ。最後塗れ。どうだ、勝ったかもしんない。いい試合だった。頼む。なんかすげえ芸術作品みたいになってるけど大丈夫。いけ、やったー。やったーい。1000ポイントと888ポイントってなんか、いいね。やったー。素晴らしい試合でした。よし、じゃあ今日はちょっと、いい試合だったんで、ストーリーモード行きましょうか。やべえ、これすげえ面白い。この目がキョロキョロしてる。完全にキョドってますね。これが公務省か。よし、着きましたよ。ここではどこを塗るんだ。なんか、上の方一回登ってみるか。落書きしてあると誰か。許せねえな。待って待って。俺落書き許せないタイプの人間なんで。上かな。高えとこ行くな、ほんとに。やめてほしいわ、マジで。あ、落書き許せないタイプの人間とか言ってるけどさ。俺めっちゃ落書きしてるわ、これ。インクで。やべえ、人のこと言えねえ。まあ、いいや、入りましょう。あ、待って、読めなかった、また。まあ、いい、最後に読めますからね、文字。このタイトル。まあ、やっていきましょう。まあ、最初も出るか。おお、かっこいい。なに？秘密の透明ストリート。大切なものは見えないみたいな。なに、その、深い。おお、透明だ。塗ったら見えるんだ。道を隠しておったか。すごい技術だね。マジ、欲しい、その技術。なんだって、これ、結構難しい。タコゾネスいんの？敵に。うわわわ、タコゾネス。あいつ、許せねえ。待て待て、これどうしたらいいんだ。上に道があると思うから、上に登ればいいのかな。
ちょっと、お前関係ないだろ。ほい、よっしゃ、届いた、危ねえ。今落ちてたと思った。タコゾネス、許せねえ。よーし。さよなら、タコゾネス。なんかすげえ綺麗なところで戦ってんな。プラネタルリウムか、いいですね。おしゃれ。やつらどう来るかわからん。注意。あー、痛い。いや、別に誰も会いたくないけど。うわ、めっちゃ綺麗にしてる、ダイソン。吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機。なんか可愛い、動きが。ちょっと、消さないで、道を。ちょっと。よし、上か。いいね。細道。なんだよ、これ、マジで。あ、やばい。これ、透明なさ、道をなんか、なんていうの、全身にまとったら、体にまとったら、このガラスを。女湯も入り放題、覗き放題、やりますか。おい、別のことに使えよ、タコリアン、もっと。お前、協力しようぜ、タコリアン。ちょっと、お前誰だ、一体。めっちゃ綺麗好きだな。待て、やべ、よーし。いいね。まあ、綺麗好きはいいことだけど、ちょっと綺麗好きすぎて困っちゃう。あ、近いね。よし。危な、危な。怖っ。よし。見ててヒヤヒヤするわーって。お前は他人事だな、ほんとに。うわ、なんかすげえ輝いてる。すげえ輝いてなんか神みたいになってるけどさ、あいつは所詮タコだからね、マジで。まあでもね、俺もタコになったことあるからね、オクトダットっていうゲームで。ちょっとタコをね、いじめるのはね、ちょっと嫌な気分もするんですけど、ちょっとムカつくんだよ、こいつら、俺に。あ、待って待って待って、そう、落ちるんだよ。すげえ落ちるんだよ、これ。もう許せねえ、タコ。タコ野郎。イカフライにしてやる。サキイカにしてやる。スルメにしてやる。許せねえな。よし、最後に一体だ。はっはっはっは。あげタコにしちゃった。いいっす。よし、生かしておる。だろ？いきますよ。ほい。飛んで、よーし。さあ、めっちゃ抱えてんだけど、これ。なんだ、こいつ。やべえやつか？まあ、いつも通りでした。さあ、ハグだ。秘密の透明ストリート、大切なものは目に見え。読めなかったんだけど、なんか、主人公に被って。目に見え、何なんだよ。めっちゃ気になるな。まあ、ここで見れるでしょう。目に見えない。そう、大切なものは皆さん目に見えないんですよ。だから目に見えてるものは大切じゃない。かと言ったら違うんですけどね。うん。そういうことです。深いな、このゲームは本当に。次行きましょうか。おーい、すげえ怖いんだけど、イカ怖いわ、これ。イカ怖いですね。激突、タコゾネス。うわ、またタコゾネスか。クンズホグレツビーパスパーク。こういうステージのマルチプレイの場所ありましたね。ではやっていきましょう。いや、楽しいね。今回も6個ナマズを集めるっぽい。あ、これまたあれか。この、イクラを追っていくパターンね。来よったぞ、またタコゾネスだよ。よーし。ほんと気持ち悪いよね、君。塗って隠れてやっつけんじゃん。オッケー、任しといて。いいね。やべ、タコゾネス抜け抜いてる。あ、危ない。タコゾネスね、爆弾投げてくるんだよね、なんか最近のタコゾネス。飛んだテロ犯だよ、マジで。危ない危ない。テロしないで、テロ。おい、テロ許せねえぞ、マジで。飯テロだけだ、俺が許してるテロは。うん、それ以外のテロはない、許さん。危ない危ない。まあ、飯テロもお腹すくんだけどね。でも僕、飯テロ画像結構好きなんですよね。深夜とかに流れてくる、ツイッターで、飯テロ画像。結構好きです。はい。かといって僕に怒らないでね、ほんとに飯テロ画像。危ない危ない。よーし。あいつたち、タコトネスさんさ、着地の場所考えた方がいいんじゃない？俺のすげえ打ちやすいポイントに着地してくれるっていう優しさね。こうなんだこれ。来たやつだけ？なんかありそう。上に上がってみよう。あ、いるじゃん。ふと、もう見つけた。早っ。ハーグ。もうハグっていうか、ただ、嫌がってるだけなんだけどね。うん、やったぜー。イェーイ。クリア。さあ次行くか。さあ次来たぜー。この乗り物マジでいいね。超便利。さあ行くぜ。岩場のタコドーザー、主なき暴走マシーン。うわ、めっちゃ面白そうなんだけど、なんだこれ。行きましょう。こういう映画あったら絶対見るな。いやー、もうどうしよう。映画化されないかな。さあ、まあ、行くか。飛べー。どこで行われるんだろう、それは。お、これタコドーザーか。キャスラーを倒せる。うわ、鍵を見つけ次第ドアに向かう。うわ、そのパターンね。やべえ。俺、これガソリンスタンドで見たことあるぞ、これ。絶対ガソリンスタンドにあるやつだろ。うわ、怖っ。超怖いんだけど。一気になんか怖くなりましたね。これが何？あれか、鍵が必要ってことか、ここで。なるほどね。どこ行けばいいんだろう。向かう場所がわからない。なに？なんか狙われてんだけど。あ、見つかったら追ってくんの、こいつら。やばいやばいやばい。ちょっと来ないで。ちょっと来ないで。待て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 。なるほどね。そういうパターンね。あ、鍵あるじゃん、普通に。あれ？普通にあったんだけど、鍵。なんだ。簡単だったぞ。このステージにあるんかい。
よし、開けて。イエーイ。あ、そういうパターンね。おい、か、ね、わかんのこれで。敵や鍵は、ゲームパートで確認じゃ。おっさん、押せよ。いや、言い忘れてたってすげえ遅えんだけど、マジで。お前何やってんだよ、マジで。いや、こいつたちはさ、一体何を考えて、こんなシャワーを降らしてるんだろうね。どういうこと思ってんだろう。あー、今晩の晩飯何しようかな、とか思ってんのかな。あー、明日ゴミ出し行かな、しなきゃいけないとか思ってんのかな。長えな、これ。このターザンロープ長いですね。マジでね。ほい、届いたぜ。でもなんか、何なんだろうね。どういうこと考えてたの本当に。あー、マジ、日々ダリーガーみたいなのを考えてるのかな。やべやべ、お前たち。タコ野郎。このバックを取るとね、なんかいろいろバリアとか、いろんな効果が発揮されます。これ何？落ちる。あ、なんか落ちちゃった。変なところに。え、ボーナスステージ？これ。あ、これでよかったのかな？ドアか鍵を探せ。あ！ドアね。まずこれが。鍵を探せばいいと。わかりましたよ。任せてください。邪魔だ。よし。いいね。あ、鍵あった！やったー！鍵発見。よし。サクサクプレイですね。ポッキーだけに。よし。開けて。これわかりやすいね。矢印書いてくれてんの。いいね。お、なにこれ？あ、あれか。久しぶりに見た。扇風機、エレベーターね。よし、いいね。サバイスみた。そして、ダベー。お、電池ラマン近い。危な！今めっちゃ危なかったんだけど。うん、うん。お前はここに来たらバレない。おい、おい、こら、よーし。行きましょう。あいつたち、ほんとにどんなこと考えてる？あ、いるね、あっこに。うわ、長っ、これ。怖っ、切れたりしたら、めっちゃ怖いんだけど。みんな切らないでね、この線。よーし、着いたぜ。さあ、行きましょう。感動のハグ。ほんと、暴走マシンでしたね。うん。さあ、今回は3つやったところで、終わりにしましょうかね。また次回、あと3個の、ナマズを集めたいと思います。ナマズを子っていう数え方するのどうかと思うけどね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回も、この続きをプレイしていきます。ということで、もし動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してね。はい、では、ポッキーでした。バイバイ。